おじちゃん、どうしたの？耳が痛いの？おじちゃんの耳は目の役目してるからね、坊やの耳より2倍も3倍も大きく聞こえるらしいんだ。どうもすいません、目が見えないもんでございますから。何よ、目くらか。どうもすいません。さあ、行こう。あ、どうも。なっても体の不自由な人をからかったりしちゃいけねえよ。なんだと？こいつら人間の皮かぶってるけどもね、犬猫にも劣るやつ。どれぐらい？そら見ろ、人間の面じゃねえだろ。坊や、さあ行こう。